はい、どうも、白熊先生です。今日なしたニュースは何かというとですね、YouTuber の柴田さんと、元 K1 王者の久保優太さんがですね、去年の大晦日にライジンで戦ったんですけども、実はそこに八百長があったということが暴露されてですね、大きな話題になってます。で、さらに言うとですね、今回柴田さんがですね、まあそのね、久保さんにですね、八百長を仕掛けた音声データ、これ流出しちゃってるんですけど、その中でですね、実は以前ですね、2020年ですかね、朝倉未来さんがですね、主催するブレイキングダウンっていうですね、アベマ TV でやった大きな格闘技大会があるんですけども、その中に柴田さんも出場していたんですけども、そこでもですね、いわゆるその八百長があったみたいなことをですね、どうやら示唆するようなことを言い出したんですね。はい。で、その結果ですね、朝倉さんがですね、激怒してですね、柴田さんに対する思いをですね、コメントで発表したりとか、もっと言うとですね、そのブレイキングダウンの中で柴田さんと戦った芸人さんがいらっしゃるんですけども、その芸人さんに対してもヒアリングを行ったことだったりとかですね、いろんなことが今起きてるんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、そこから始まるですね、巨額の損害賠償請求につながる可能性、この辺について詳しく話していきたいと思います。はい。まずなんですけども、まあ、いわゆるですね、柴田さんが久保さんにですね、電話をしてですね、そこで、まあまあ、こういう感じで打ち合わせていきましょう、みたいな八百長を仕掛けていたわけで、で、それがですね、YouTuber のこれこれさん、暴露系 YouTuber のこれこれさんの方で、もうそのね、音声が公開されて大きな話題になってるんですね。はい。でですね、その中で今ね、すごく注目されているのは何かっていうと、柴田さんがですね、そのね、朝倉未来さんが主催するですね、ブレイキングダウンという大会があるんですね。で、このブレイキングダウンって何かっていうと、2020年かな確か。うん、そのくらいにあった大会だったんですけど、アベマ TV っていうネットのテレビ局でね、結構大々的にやったやつで、そこでですね、格闘技のこう素人同士とか戦ったりするわけですよね。だいたい1分とかかな、確か。うん。なんかね、制限時間1分か、格闘技の方、プロもいたのか。まあ、プロもいたりとか、素人の方もいたりするみたいな感じなんですけど、その中で、制限時間なんか1分かそこらで戦うみたいな、なんか短期決戦みたいな、そういう感じの戦いのね、やつなんですね。で、そこで柴田さんが出ることが結構話題になったんですね。で、さらに言うと、その柴田さんと対戦したのが誰かっていうと、芸人の南川さんっていう方なんですね。で、この南川さんっていう方は最近ちょこちょこバラエティ番組にも出てる方で、あと格闘技がすごい好きで有名で、自身の YouTube チャンネルでも格闘家の方とよくコラボしたりとか、まあそんな感じのね、格闘技芸人って言うとあれですけど、まあそんな感じの方なんですね。はい。で、対戦して、で、そこで柴田さんが割とあっさり南川さんを倒すっていうシーンがあったんですね。はい。で、そのブレイキングダウンの中でも、まあ言ってみたらですね、同様のやり取り、つまり八百長があった、南川さんとの間に八百長があったみたいなことをですね、示唆したわけですね。はい。で、それに対してですね、うん。今回ですね、朝倉未来さんが、まあ、柴田さんにですね、怒りのコメントを出しつつですね、はい。まあ、いわゆる、そのね、本気でやっているね、格闘選手たちを冒涜しているみたいな感じで、まず激怒しました。で、その上でですね、どうやら朝倉さんは、その柴田さんと対戦した南川さんにですね、どうやらヒアリングをしたらしいんですね。まあ、つまり、その、本当にお前は、その、八百長を受けたのかと。ね。で、そしたらですね、南川さんがなんて語ったかっていうとですね、柴田から電話があったことは事実だと。ね。で、申し合わせの提案があったが、電話での提案を無視して真剣にやったら、返り討ちにあって負けたって言ってるんですね。はい。つまり、南川さんは、向こうから八百長の打診はあったけども、断って真剣に戦ったんだよということを言ってるわけですね。うん。で、さらにです。ということですね。はい。ということを言ったわけですね。で、その件についてですね、どうやら朝倉さんは、そのね、南川さんの意見を信じたみたいで、はい。なので、今後はちょっと契約書で、そもそもこういう八百長とかがあった場合は、出場選手に結構デメリットがあるような契約内容に変えようかなと、そういう措置を取っていかないといけなくなるのかなというふうに話したっていう感じですね。うん。はい。まあ、つまり、その契約的に、その、もしかして八百長とかが後で分かったら、損害賠償請求をしますよ、みたいな、そういうことでしょうね。うん。はい。というわけで、南川さんがその辺のね、八百長があったっていうことを暴露してしまったという話で、八百長の打診ですね、打診。はい。ただ、南川さんは最後断りましたよって話なんですね。で、さらにですね、今回の件についてですね、先ほど言ったブレイキングダウンっていうですね、の方の団体ですね、団体そのものがですね、今回抗議声明をさらに発表したわけですね。はい。では、なんでかっていうと、まあ、言ってみたらですね、自分たちの団体の中で、そういうね、やらせが行われていたっていうことをですね、柴田さんが示唆してしまったわけですからね。で、それに関してですね、ブレイキングダウンの方は一切の関与を否定したっていう感じですね。はい。こういう風に言ってますね。ブレイキングダウンを応援してくださっている皆様へ、昨日過去大会に出場していた選手により、選手間で申し合わせのあった旨の情報発信がなされましたと。こちらに関しましては、ブレイキングダウン運営事務局が関与した事実は一切ございませんと。他の出場選手や格闘技ファンへの影響を考えますと、当該選手たちのこのような行動は極めて遺憾に感じており、まずは当該選手への調査を行い、
事実に関しては随時公表させていただきますと。また格闘技界の健全なる発展のため、今後もこのような行いに関しましては、運営事務局は法的措置も含め厳格に対応させていただきますと言ってるんですね。はい。つまり、ブレイキングダウンの運営事務所が柴田さんと南川さんにヒアリングを行って、その結果によってはですね、いわゆるその損害賠償請求等の、まあ、法的処置を行っていくということを発表したわけですね。うん。はい。っていうのがですね、今回のニュースなわけですけども、はい。まあ、ついにですね、ライジンを飛び出してですね、別の大会にもですね、話が発展していってしまったって話なんですね。はい。まあ、僕自身はですね、南川さんという芸人さんは、僕格闘技全然興味ないですけど、南川さん芸人さんとして大好きなんで、まあ、南川さんがね、そういうね、まあ、いわゆるやらせと言いますか、八百長を受けていなくてよかったなとは思うんですけど、まあ、でももしかして南川さんもね、朝倉さんから電話があって怖くて、いやいや、私はそういう電話がありましたけども、ね、断りましたよとは言ってたけども、本当は受けちゃってるとかそういう可能性もあるんで、だから僕としてはですね、しっかりブレイキングダウンさんにね、確認してもらって、まあね、南川さんの無実、はい、そういう風な、その提案があったけども、ちゃんと断ったんですよってことが、ちゃんとね、まあ信じてもらえればいいかなっていう風に僕は思います。はい。まあだからそう考えると、柴田さんって本当いろんな人にやってるんですね、こういうことって。うん。だからそう考えるとね、やっぱこういう人を格闘技界にね、入れたのがそもそもの間違いだったのかもしれないですね。うん。まあもちろん格闘技界もね、柴田さんを入れることによって、そう知名度だったりとか、ね、認知度だったりとか、再生数とかいろんなものを上げようとしてやったのはわかりますけども、うん。まあなんて言うんでしょうね、利用しようと思って入れた柴田さんに逆に利用され返してしまった格闘技界っていう感じがしますね。うん。はい。まあ何にせよですね、ブレイキングダウンさんにはですね、しっかりと聞き取り調査を行ってほしいなっていうのは思います。はい。ちなみにですね、うん。今回の件によってですね、南川さんがね、格闘技系のですね、仕事にもう呼ばれなくなってしまうっていうのが、なんか一番怖いかなと思いますね。南川さんって別にその芸人さんとしてめっちゃ売れてる場合、パターンじゃないんですけど、とはいえその格闘技関係の仕事も結構あったりはするらしいんですよね。はい。まあ、だから、こういうのをきっかけとして、例えば南川さんが格闘技関係の仕事から干されちゃったりとかするのは、やっぱかわいそうかなって思います。なんかむしろ南川さんがこのことをきっかけにですよ、なんかこうテレビ番組でこのことについて喋りますみたいな感じで、まあね、多少なりともこう芸人さんとの仕事しての仕事と言いますか、メディアの仕事が増えたら、うん、なんかいいかなとは思うんですけど、はい。まあ、だから南川、だからもうくしくもですね、南川さんまでピンチに陥ってしまったっていうね、なんか、はい。ね、まず本当晴天の霹靂ですよね。こんなね、何年も前の試合のことでね、急に南川さんがね、今後ね、干されるかもしれないっていうね、危機に立たされてしまうっていうね、場合によってますよ、ですよ。結果によっては干されてしまうかもしれないっていうですね、どこになってしまったこの南川さんの不運さたるやっていう風に、なんか僕は思っちゃいましたね。はい。というわけですね、今日はこれでよろしくお願いしますね。ちょっとですね、共感してくださった方ですね、よかったらですね、高評価と、チャンネル登録ですね。あとよかったらコメントとかもね、あったら、バシバシ、お待ちしておりますので、よかったら、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。